ロペラジ。皆さんこんにちは、ロペライオチャンネルの川久保翼です。この番組は運転中や作業中の皆様に楽しんでいただくための輸入中古車専門店ロペライオがお送りするカーラジオとなっております。現在 YouTube チャンネルロペチューンとポッドキャストで配信中となっております。ぜひご登録ください。さて、それでは今回のゲストですけども、おなじみのこの方です。お久しぶりです、みのっちです。はい、お久しぶりのみのっちと、ディレクター兼カメラマン兼編集の川村くんです。どうぞよろしくお願いします。大体全部やってる。はい、はい、でまずね、ちょっと久しぶりのねロペラジの配信になったんですけども、ちょっと立て続けにね撮影がもう入りまして、ようやく収録が、まあ、一段落ついて、はい、これからちょっとまた編集に専念をするというような状況だったため、ちょっとねこのラジオ配信ができてなかったんですけども、また今回からねまた定期的にちょっとやっていきたいなというふうに思ってます。できればね毎週木曜日配信みたいな形でやりたいんですけども、ちょっと少しランダムになる状況に今ありますと。でですね、今日ですねインプレッションをした車2台あるんですけども、まあ、その前にねフリートークを入れたいんですけども、まずですね東海エリアの買取強化中ということで、今ロペライオチャンネルの最初の CM 枠でもですねもう打ち出してます。でこれロペライオって東海エリアにないじゃないですかって、ね、ロペシティとかありましたけどね、はいはい、ロペライオは、東海エリアないんですけども、東海エリアにスタッフをですね、常にですね配属させてぐるぐるうちのスタッフが何名かですね東海エリア回ってますので、車中泊で、まあ、車中泊はちゃんと宿泊ホテルで取る場合もありますけども、回っているので東海エリアでも別に東京にわざわざ来なくてもうちのスタッフがご自宅まで行きますんで、ぜひぜひねこれを機にお問い合わせいただきたいなと思いますし、もちろん関東もやってますし全国もやってるんですけども、特にこの4月は東海エリア集中して人を送りますんで、あなたの街にねロペライオが来ると。そうです、やっていきたいと思います。おります。であとですね、まあ、西宮店、ね、にも、ね、拠点があるんで西宮でも買い取りの方ができますので、まあね、関西エリアの方も、西宮の方にお電話いただいてご相談いただければと思いますし、西宮店で査定をするから値段が高い低いではなくて、基本的にロペライオの中で、値段をつけてますので、どこの店舗行っても同じです、はい、ということですよね。なんで練馬店は安いのに世田谷店は高いよみたいな、はい、そういったこともない。そうです、はい、ただ担当レベルによってはあるかも。あるんですか。まあ、美濃田さんは割と高がいいのね。そうあ、はい、あのもし高く売るなら私に言ってもらえれば。割と結構ねマックスの金額でね、はい、そうですね、はい、で売る時も割と安く、そうですね、柔軟に、はい、人のためにやりますんで。会社に嫌われる。会社で、そうそうそう。まあでもね、だからね、顧客さんもね、たくさんついてくるし、長いね、お付き合いが、ね、はい、できてるっていうのもありますのでね、まあ、そういったご相談をこの機会にまたいただければなというふうに思いますし、もうおかげさまで3月ね、いろいろキャンペーンもやらせていただいて、ちょっとね、大きなね、プレゼントキャンペーンみたいなものもあるんですけど、はい、それはちょっとね、いろいろな関係、兼ね合いがあってですね、ここではちょっと告知できないんですけども、ね、おかげさまで3月も無事終えることができて、はい、よかったですね。ただまあ今年の3月は去年の3月とはやっぱり違って、まあ、去年というかこれまでの3月、そうですね、ね、やっぱり緊急事態宣言のね課題もあって、やっぱりご来店の数はまあ多少減ったかなっていうところはありますけど、でもその中でもやっぱり車は売れてったねっていうね。まあそうですね、高額案件もたくさんありましたし、はい、特に買い取りはいっぱいね、買い取りね、はい、目標値以上に成果が出たのかなっていう、そんなね主張ではありますよね。だから美濃田さんもね月末最初になるとねお客さんのところに車ね商談で持ってったりとかしました ね、 ね、もうすごいねレスポンスよく動いてね、はい、すぐ行きます。美濃ちゃんと俺のお客さんがって言ってる、あ、行きます今から、あ、今から行くのみたいな、あ、お客さん今から行くって言ってるけどどうですかみたいな、そういう感じ、お客さんが今から来てじゃなくて、いや今から行くんでみたいなね。いや、あのお客さんにも電話して明日でどうって言ったら、今日今から行きます。来たら何か買えとこどうみたいな、そうですねみたいな。そう、割とねそんなねもうフットワーク軽かったよね。はい、ふっかるです。そうな、みのっちだったわけであります、
で今日ですね、レビューした車が1台目がアルファロメオの 4C スパイダーイタリアという現15台限定車と、はい、ランボルギーニのウラカンスパイダーのエボ、初物ですね、弊社ですね。でこのエボも東海エリアの方の買い取り案件で、はい、YouTube を見てくださってる方なんですよ、うん、で、ああロペライを買い取りやってるんだったらって言って、じゃあもともと買ったディーラーさんかうちか、はい、2社に聞いて、じゃあうちで売ろうかということになっていただいたわけですね。ありがとうございます。いやね、こうやって なんかね我々も配信を続けることによって、はいね、何かこうやって成果につながっていくとやりがいを感じますよね。はい、逆に東海エリアは人がいいんでしょうね。あ、そうなの、はい、でそれはどうして。いや、なんかですね、まあ、うん、あの別の機会にも話すことがあるかもしれないけど、 お声かけていただいたりとか。あー、はい、なるほどね。確かにね、ロペライオのローダー走ってると、はい、まず見られて、はい、でそこに乗ってる人、ミノッチ乗ってるやんみたいな、はい、まさか、ミノッチさん運転してるわって、ね、ちょっとこれ、写真撮ってこうみたいなね。確かにね、はい、名古屋、多いね、それは。そうです、名古屋あたり、ね、あれね、ちょっとね、鈴鹿で降りたんだよね、燃料が足らなくて、緊急事態が起きて、そうそうそう、緊急事態が起きてね、降りたら、ガソリンスタンドでも写真撮ってくださいって言われたりとか。僕もね、目撃情報がね、YouTube にも、あとは僕の SNS にも来て、14時50分頃とかっていう、そういうもう何時何分で来たから、はい、何かやらかしたんかなと思ったわけ。そしたら、ね、トラックを運転するミノルさんを見かけましたって。おー、マジで、ね、悪いことはできないと思って。まあ、もちろんね、悪いことしないですけど、でもやっぱりロペライオっていうローダーだけでも、知ってる方はあーってなるよね。なんでやっぱり特にね、認知は地方行くとしていただけているのかなと。いやいや、相当してるよね。で僕 あとさ、だってコンビニでさ、いやご飯どっかお昼食べようかなって思ってちょっと関西方面にねいたんですけど、ご飯食べ行こうかなって思って、でもトラックだからね、駐車場がなかったんだよね。そうなんですよね。だからちょっとコンビニのトラック コンビニの駐車場が広かったから、そこにトラックを止めて、でなんか、ね、ご飯を食べようってなった時にも、ちょっとトラックの中ちょっと狭いし、はいね、あと他にも車あったんだけど、ちょっとね商品にする車になる可能性がある車だったんで、はい、ちょっと外でねちょっと食べたよね、はい、そしたら僕はトラックの中で一人でねポツンと食べてて、 で、ね、はい、でまあミノッチと川村くんは外で食べてたら、はい、あ、いつも見てますって、はい、でもトラックね乗りながらね、ミラーから見えて、あ、見えたんですか、ドアミラーから見えて、あれ話しかけられてると思って、はい、で、あれどうしよう、俺は別に気づかれてないし、別に言われてないからいいやと思って、そのままこうやってご飯食べて、ね、でも違うんでしょ、そこって。で、僕はあのカゴさん売ってしまって、 あそこにいますよ、トラックなんかでいますよ、おにぎり取ってるんでみたいな。そしたらその方が逆に気を使っていただいて、お昼中だ、いや、お昼中だから別にいいですみたいな、頑張ってねみたいな、はい、やっぱあれトラックがあったからだろう、多分、ね、まあ、トラック、やっぱトラックです、一つはトラックにこのスーツ着て、あ、ミノナさんに似た人、でもロペライオのトラックが止まったら間違いないでしょ、もうそうですね、いろんな似てる人とかで言われるかもしれないけど、はい、トラックがあれば間違いないということで、はい、たくさん目撃情報があったということなんでね、はい、くれぐれもね、トラックに乗って、特にね、ネクタイ縛ってたりするとね、そうですね、あ、もうビンゴってなっちゃう、はい、大体は今ネクタイして乗ってる人そんなにいないんで。そうだね、はい、でもそれこそ行きはねトラックで3人でね、まあそうですね、乗ったぐらいだから、はい、でも今夜だったからね、あれはもう夜だった、そう、あれひ、あ、それこそ昼だったらね、はい、爆笑問題ですよね。あれマジで2人トラック乗ってば、しかもしかもなんかカメラ回ってるって、ね、そうね、まあね、はい、そんなことをした理由は、まあ、今後ね、はい、サブチャンネルを通して配信していくとということになっています。で、まあ、そのまあレビューした車 4C スパイダーですけどね、はい、まずはね、だからちょっと配信をね、どっちにしようかなと思って、カメラマンの撮れ高次第ではそっちを先に優先しようかなと思ってるんだけど、はい、並走シーン撮ってて どっちが映えた感じだった、ウラカンじゃないですかね、あ、ウラカン、青い 4C スパイダーとなるほどパールホワイトのウラカンスパイダーだったらウラカンなんだ、まあ、でもやっぱ 4C もやっぱ色的にはすごく映えるんですけど、うん、迫力が違いました、ウラカン、そうなんだ、怖かったっす、音も音が怖、音も怖くて、うーん、
遠くに行くと、うん、あ、よかった、晴れた。あ、ライブ後ほっとしてましたもん。あのトンネル入った瞬間にバコになったの分かる？分かります。あれね、間違えたの。あ、そうなんですか。そう、4速ぐらいに入ってて、3速、2速で止めようと思ったら、2速の時にパンパンって押しちゃって、なぜか。あ、ただ1速にブワーンって入っちゃったの。ブワーンって。うわーって。でも、その時に、ミュージシャン、しゃべ、しだよ。絶対しだよ。マフラーを聞かせるからみんなに言って、うわー、やべ、1速入っちゃった。ちょっとびっくりしちゃったの。で、そのまんま、あ、でも1速に入ってさ、もうレッドゾーン行っちゃってるからアクセル踏んだら危ないじゃん。そうです。で、1速で2速にパンって入れてアクセル踏んでみたいなことをね、やってたの。でもすごいことだったね。黙りながら爆笑してた。いや、でもね、爆笑、黙ってなかったよ。もうこれでやって、うわーってめっちゃ笑ってた。こっちはドン引きしましたよね。ね、あれはすごかったね、音ね。はい、もう、ね、でも一気にストラーダ、いわゆる標準モード、はい、に入れた瞬間にね、スッとサイレントになって、めちゃくちゃ静かでね、乗用車かってみたいな。ね、気づかないよ。はい、正直 SVJ より迫力あった。あった、音は迫力あった。あ、っそうなんです ね。え、そうじゃない、一緒乗ったよね、 SVJ ね。乗よりもっとすごい、あの外から見てもやっぱ SVJ よりか迫力があるんだなみたいな、うん、なんかオーラみたいな。あ、そう、はい、お尻かっこいいもんだからね。はい、マフラー日本だし、やっぱじゃあそっちから行こうかな。多分いいと思います。そう、なんだご購入につながるような、そんな、要は映像を作りたいし、はい、ね、動画にしたいしっていうのもあって、並走シーンってやっぱ大事じゃん。大事ですね、割と、はい、ね、あそこまでしっかり並走シーン撮ってる車屋さんしっかり YouTube って多分ないと思うんだよ、はい、もう本当にガチンコで、ね、やってるところは稀にあるかもしれないけど、こうやって車屋さんがやってるのはないし、あの並走シーンで多分買いたいとかって思う人もいると思うし、はい、それこそ直近で言うとね、3月末に林間ナビゲーター、あ、はい、ね、みんなでやったあれもご制約いただいて、 YouTube のコメントにも、これあの買いました、ありがとうございますって、みたいな、ありがとうございますね。え、美濃さん結構ちょっとディスってたから心配だったけどね。でこれでかすぎてって、まあこれはまあ自己満じゃないですかって。いやいや、で、あの、まあ昨日一昨日売れたじゃないですか、うんうん、あのやべ、売れなかったら買うしかないのかなって若干思ってました。、はい、いや、むしろ買いたかった、ちょっと買いたかった。あ、なんだか気に入ってましたもん、はい。でもエスカレードがいいって言ったでしょ。でもまあそうですね、まあでもあの動画見た、自分で走行シーンは見ましたよ。あ、走行シーン見た、走ってる姿、あ、やっぱりかっこいいな、かっこいいな。まあね、でもそういうところ大事だよね。だからあのよくお客さんにもやるのは、最初の車両紹介、はい、で、まあ、途中の並走シーンで、最後の総評、はい、ここしか見てないやつ。そうっすよね。まあ今もうそれくらいになってますからね。ねえねえ、だから今後そこだけするとか。ね、途中のなんか内装うんぬんとかっていうのは本当にご購入を検討されてる方はもう知ってるかもしれないからね、はい、そうですね、そうそうそう、はい、おまけだと思っていたんですね。です、あの僕らは出たばかりの車をやってるわけじゃなく、そうだよね、はい、うん、というね、ところです。だからね、じゃあ裏館からちょっとね、編集入れちゃおうかね。うん、音良かったし、はい、だってあの、ショールームでいつもじゃあマフラーオンチェックです、ショールームの外だけどチェックですってやった時に、はい、最初のストラーダスポーツコルサってあって、はい、ストラーダが一番バコンだったんですよ、ね、あんなにバーンってやったからびっくりしちゃったんだよ。思ったよりか吹き上がり良かったんですよ。あれやばかったね、はい、もう川村君もちょっと弾いてたもんね。ああやばいっつって、この音聞いてさらにもう一回こっからスポーツバルブ開けるっすかみたいな。ピンマイクの音が貫通してくるんですよね。ああそうだよね、そうですね、これ危ないよね。あ、そう、それで思ったの、この間僕自分で編集してて、で 355GTS を編集したの、はいはいはい、でマフラー音の時だけ今石亀が持ってる、はい、この長いストロークの長い集音マイクでの音声をかぶせて、はい、ピンマイクの音源をちょっと小さくして入れてるんだけど、はい、自分で編集してて間違えてもうボリュームマックスでやったので、イヤホンしてるじゃん、はい、でそれを気づかずにそのマフラーのところになった瞬間にバワーンって流れて、あっすごい、鳥肌立ったの、やっちゃったと思って、死ぬ死ぬと思った、その時が本当に。その時、まあ、練馬店の方でやったんだけど、もう本当に震えた、あ、やばい、やばい、あ、やばい、ちょっと待って、5分間ぐらい休憩しないとみたいな。
たまにそういうのない？もう、あ、ある？本当に死んじゃうかと思ったよ。もうね、なんなんだろう。僕ね、昔うちの子供にこうやって綿棒をしてる時にパーンって叩かれたことあるの。痛っつって何すんだよってそれくらいもうね、衝撃が走った。やばかったね。やばいよね、ほんと。鼓膜は破れなかったけど、はい、それ編集あるあるなんか知んないけど、うん、本当に編集する方は大変だな。でもそれほんとちょっと怖くなったの、はい、音声の方比較的ちょっと小さめのボリュームで、ね、やってっていうふうに思ってますし、はい、あの音声ね、ちょっとコメントにもあるんだけど、やっぱね、聞き取りづらいっていうコメントがあって、ちょっとそれいろんな指摘をいただいたんで、ちょっと今改善してやってます。で、まあ、僕の方が最初のカット割りをして、でちょっと音声を修正入れて色とかもあの補正した状態で最終仕上げで、まあ、テロップだとかいろんなところチェックしてもらって出してるんだけど、そこの段階で結構ボリュームね、かなり原因とかね、そういったものを調整してやってるんで、直近で配信してるものはまあ割と良くなってるはずだと思います。で、なんかまあ確かにあの普通の音声のボリュームが小さいから広告が途中で入るじゃん。でいきなり大きい音量で広告がドーンって出てきて結構びっくりするんですみたいなことがあったんで、基本的にその広告のボリュームに合わせて、はい、うち広告入れてるから、ね、だからちょっとやるように心がけてますんで、ね、ちょっともうちょっと改善まで少し待っていただければと思います、はい、あの皆さんの意見届いてますので、はいはい、頑張ってやらせていただいております。あと、フォーシー、そうね、フォーシー、はい、フォーシーどうだった？初めて、初めてとは言えないけど、ちゃんと乗ったのは初めてだったんですね。ちゃんとその高速道路を使ってまで乗ったのは初めてだったんですけど、うん、あの、ま、周りというか、以前やった動画とかの声を聞いたりとかしてると、うん、めちゃくちゃ面白い車なんだなって思ってて、うんうん、乗ってみたいなって思ってたので今日やれてよかったんですけど、まあ、実際乗ってみると確かに、面白いし、うん、自分がなんかゲームやってるような感覚にもなったし、ね、はい、これサブチャンで公開するけどグランツーリスモもゲームやったじゃん、はい、あんな感じだった、OC は。へー、そうなんです。ただ助手席はちょっと腰が痛くなったあ、はい、まあそれはもう分かってたことなんで。僕はね、腰痛くならなかったな。あ、本当ですか。座るポジションが悪かったのかな。うん、まあ助手席でも運転席でもなんか割と狭いじゃん、はい、で窮屈だからかね、確かに手とかね、ドアノブとかもなんかね、レザーになっててふにゃふにゃだったりするから、ちょっと支えるものがないんだけど、はい、その代わりのがしっかり足で支えて、で助手席は左膝がね、パネルに当たるんだよね、エアコンパネル。そうですね、はい、そうそう、ちょうどこのね、膝ぐらいのちょっと下あたり、はい、すねあたりとか、そうそう、だからその辺が当たってたから、僕はなんか逆にポジションがしっかり取れて、まあでもね、腰が痛いとかっていうのもありますけど、でも人気だよね。あ、でも本当に、うん、まあ、あの手の車が好きな人が好む理由がなんとなく分かりました、ね、なんかちょっとしたなんかカートみたいな、はい、感じの走りだし、癖がでも強すぎる。そうですね、そう、だから面白いのかな。スリーエレブンとどっちが強かったですか？スリーエレブン同感です。でも同じでオープンにしてる状態でトラック通るとやっぱ怖いっす、うん、あ、ね、はい、でもさ、あれ 4C もうちょっともうなんだか、まあ、もう満足したよと、売却されたい方、はい、次ってなるとやっぱりね、スリーエレブンとか本当行っても面白いと思う、はい、あとアルピーヌ、まあそうだね、アルピーヌだとちょっとまだ柔らかくなっちゃう感じじゃない、はい、エキシンジとかですかね。いや、もう311行ってほしい。311でもいい。いや、そこまで行って、ああなるほどなみたいな、面白いなみたいな感じで乗りこなしてる方がなんか僕はかっこいいかな。あれだって311結構上級者の中の上級者じゃない。そうですね、恐怖感もあるし、はい、ね、またすぐご制約いただきましたけどね、はい、下取り211で、だからね、そういうお乗り換えもいいと思いますし、今なぜかうち星いっぱいね、商品で仕入れてるんで、ね、またこれを、だから次やる車で星の代わりいいのありますよ。何？ダットさん。そっちの世界に行っちゃうかもしれないですよ。そっちの世界大丈夫？そっちの世界足入れちゃダメな気がしますけどね。ね、
難しいよね。ジャーナリストの方呼びたいぐらいで。そうですね。多分ね、僕よりまだ美濃田さんの方が喋れると思うんです。いやそんなことないかな。河村くん分かる？ダットさんと日産の違いぐらいですか。ああ。じゃあ河村くんに呼ばれるか。そうですね、あの川口さんかね。まあでもちょっとその辺のね、ちょっとレアな車が入ってくるんでレビューできればね。そうですね。で次回はまた来週木曜日だよね、撮影が。はい。ね、現行の S、 それとあとはツイレブンとかもやろうかなと思ったんだけど、ちょっとナンバーステイとかのいろいろ兼ね合いがあったからちょっと一回ペンディングして。 600LT は？ 600LT 昔やってるんだよね。うん、そのくらいかな。あとはもうちょっとタイミング見てかな。まあね、じゃあ S はとりあえずやってみよう。あとはちょっと入庫の、ね、状況を見ながら考えたいなというふうに思います、はい、はい、それではロペラジエンディングの時間となりました。またですね、美濃田さんと私にやってほしいことなどありましたら、ロケ中のコメント欄でありますけども、特に何も来ないのでこちらで来たことないですね。そうですね、あ、なんかいい意味でのご意見をいただいております。あの笑った声が急に大きくなってラジオが、はい、だから車の中で聞き取りづらいとかっていうのね、あったんで、そこはね、なるほどと思ってすぐ調整入れさせてもらってるんで、割とね、直近のやつはうまくできてるかなというふうに思っています。はい、けどね、そういったご意見も貴重なご意見もいただきたいと思ったので、その遠慮なくね、コメント欄に、メッセージ投げていただければというふうに思います。それではロペラジ、今回はこれにて終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。